友達なら当たり前よクイズっていうのをやったんですが、そのクイズがね、ツイッターとかの、僕今までガクトモン出てくれた皆さんのネタをね問題にして、僕がそれにいくつ答えられるかっていうやつだったんですけども、見てない人はぜひそっち見てほしいんですけど、そのクイズで僕の正解率があまりにも低いということで、今回はですね、なんかもう今までどんな思い出があったかなとか、ガクトモの人とどんなことしてきたかなって思い出を振り返ろうっていうコーナーをやりたいんですが、ハマさんはどうだろう、分かりやすいのかな、分かりにくい、なんで分かるのかな、ハマくんは。なんで、いや僕その辺をアドバイザーしなきゃいけないじゃない。確かにそうかもしんない、ね、なんで人のあれがよく分かるんですか。だからそういうのを次ちゃんと言わないと、ね、確かに、だって聞かなきゃ、それを。そうだ、俺がアドバイザーみたいな感じなのか。上手ね、ほんと。えって言うけどさ、一緒にやったんでしょ、ね、なんで今、えって言ったの。包丁さばき見てさ、カン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 、え。さあ、次行こう。次行こう、次行こう、ほんと。次の人誰、次の人誰がいい。え、やっぱなんか真の友達的な人はやっぱどう、僕のガクトモの中でも、いやもうこの人はもう間違いないですよみたいな人いらっしゃいますか。それなんか言うのもなんか他の人どうなのとかなりそうですけどね。めっちゃ仲いい、その中でも特に、まあ、特に仲いいな、特に仲いい人、ガクトモの中でも特に仲いいな、誰かな、特にですよね、うん、まあでも毎週会ってるのはムロさんですからね、なんだなんだ、まあ、そうだよね、うん、なんかツイッターの出現率一番僕が上げる何写真とか画像とか動画とかで一番多いのムロさんですね、うん、確かにそんな感じする、めちゃくちゃ上げてる、一番 LINE してるのはムロさんかもしれない、なんだかなんかでもそうかもな、そうよく考えたら、うん、なんだろうな、なんかすげえしょうもない、でもやっぱ定期的に会う人だよね、そうなっちゃうよね、そうですよね、うんうんうん、だって大ちゃんとかも普通に YOSHIKI 君とよく会うってことですよね、普通に仕事とかでも、うん、まあ、最近ちょっと会ってないけど、うん、うん、でもまあ LINE はまあぼちぼちするかな、ハマ、うん、さんと純太さんでゲームをやってるんですよ、ハマ、うんうん、ここで、うん、ゲーム実況やってるんですけど、はーはーはー、本当に2人が T シャツをいじって、これそういじってすげー増えてんじゃんってなって、確かに、ね、でも真の友達多分こうムロ君だけだよねみたいな、あー分かってんだ、なんてちょっとやばい、またちょっとすごい良くないなっていう、あー、ね、ますます疑惑が上がってしまうね、だってねこれね、この間の動画のやつでも、うんうんうん、これ呼ぶ人は別に自分が決めてるわけじゃないんでみたいな感じの話をそれはいや、まださっきね、あんまりその辺関わってないみたいなこと、いやいや、それはだってもうモックさんがね、うん、ガクトモの長ですから、そうえだから、じゃあガクトモじゃなくなこのダメダメ、そこに触れちゃいけない の, いけないの、そういうことじゃないの、みんなガクトモなのよ、みんなガクトモなの、そうなのよ、マジでずっとお姉ちゃんちょっとやばい、抜けなくなっちゃった、ね、やばいやばい、仕事にさせてない、じゃあお姉といえばムロさんってことで、じゃあムロさん見ますか、ね、せっかくだし、ちょっとやる気ありますやる気あります、怒られちゃう、もう一回、せーの、あ、やるんだ、やってる、すごいなんか泳いでたけどね、泳いでましたよ、そわそわしてるよ、でも距離近いよやっぱ、確かに心なしか距離近いですね、うん、いや梶原さんのは本当発言に悪意があるので、あ、似てる似てる、怖い、似てる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 よ、やっぱりいけるじゃん、アクティベティ、おお似てる似てる、アクティベティ、アクティベティ、アクティベティ、そうやってアフレコで謝るんですか、そんなわけないじゃん、アクティベティ、アクティベティ、やばいやつも二度と現場呼ばれなくなる、その謝り方、アクティベティ、やばすぎ、もう怖いやばいな、マジ改めて見ると、ムロさん結構ガチ勢だもんね、キレそう、ほんとキレそう、キレそう、ほんとやらなくないですか、
あ、ツイッター上げてるもんね。上げてます。動画ね。そう、僕この前も上げた。室さん上げるとみんな反応してくるんですよ。やたらと。おかしいでしょってよく言ってる。この間、梶原くんが、はいはいはいって歩いてるから、で、T シャツをめくったら、おかしいよ。そんなこと言ってねえから、マジで。何度見ても面白い。おかしいやろ。めっちゃ面白いな、これ。おかしい。でも、おかしいでしょは言うかも。あ、言うかもしんない。結構言う。おかしいでしょ。あ、そういうことか。うんうんうん、で、ムロさんは、だいたいここに座って、うるせえな。死んだなぁ。ムロさん死んじゃった。やばい。やばいよ、これ。すげえな、マジで。この人家でもこんな感じなの。そうです、ツイキャスやってるんですけど、こんな感じですよ。あ、今日もなんかやるって言ってた気がする。あれ、そう、見なきゃ。やってます、やってます。ツイキャスやればいいよみたいなこと言ってた気がする。見てね、見なさいよ、あんた見なさいよって。マジで自由だな、でも。そうです、いいわ。まあ、しゃあね。ムロさんはこういう感じですよ、毎回。毎回？毎回。普通に素でもこんな感じだから。え、何の話これ。今見返してもよく分かんないんだけど。こいつは何を言ってるんだ。梶原角人は何を言ってるんだ。え、あ、ダメだ、まとまんない、まとまんない。でも優しい、村さん待ってくれてるよ、ちゃんと。本当にまとまんなくなった。なんだかんだね。ちょっと待って、なんて言えばいいのこれ。知らないよ、何の話しようとしてんのよ。違う、ムロさんなんかうまくまとめてくれませんか。お前の罰ゲームだぞ。そう、台本に、台本に、ありがとうございます。から元気かよっていう文言がありまして、あ、それをスタジオで、うん、ムロ元気、から元気って字面が似てるよね、キャッキャッって話になったんです。終わりです。ただのそれだけの。私申し訳ないです、ほんと。許さないです。いや、ほんとすいません。すごい、許さないよ、それは。いいんだ。しょうもねえ、マジで。そう、だから、最近やってこないけど、その時めっちゃ、穴という、あられにこう、指を突っ込むっていう、これ、ってことしてきて。何してんの、マジで。怖っ。デンプシー、デンプシー。やばいんだけど。この人、やばいな。改めて見て、やばいな。やばいんだけども結構言うよね、なんか。あ、僕、うん、言いますか、うん、言うか、確かに言うかも。俺がドラえもんのモノマネしたら大体やばいんだけどって言われるかも。口癖かもしんない、うん、俺。ちょっと僕のマネしてみてください。え、僕のモノマネしてみて。え、やばいんだけど。むずいよ。ガックンの響きはね、なかなか出るもんじゃないですよ。鼻声だからな、なんかいつも。いや、でもそこのこのここの共鳴音が大きい人って結構あるんだよね。この中だとさ、児玉くんとかもすごいここの共鳴音すごいでかいし、 あと誰かな、割と柊哉くんもそっちタイプだよね。柊哉さんのできますよね、まあね。コバピョンさ、BTS 見に行かない？似てんだよな、ほんと。え、どこどこどこ。いや、あのライブビューイング見に行こうと思ってたんだけど、ふうくんが行けなくなっちゃったから、ちょっとチケット1枚余ってて。場所は、うん、埼玉。あ、行きません。ごめんなさい。すげえな、マジで。すいません。ライブビューイング埼玉ね、ちょっと、うん、ちょっとね、ちょっと都内が良かったなって、だったら行けたかなって思ったんですけど。さすがっすね、ほんと。いや、でも話し方ですよね、あと、うん、大事でも、それは、うん、室さんのレオナ君が結構特徴的。あ、そう、レオナさんもそうかも。レオナさんももうここの顔面の上の方の響きがえげつない。あ、ガクト、あ、似てる似てる似てる。嘘、似てる、うん、本当に。俺できないもん、そっち。もうできない、俺今どうやってやったかわかんない。あ、ガクトってやってたよ。ちょっと見ましょう、見ましょう、レオナ君見ましょう。いいな、出来上がってますもんね。負けたら何する、勝った
負けたら何すんの？負けたら何すんの？あ、似てる似てる似てる。本当に？急に番組持たせてもらっ、違う。いやでも近い近い。すげえなマジで。やばいですよね。さすがレオナ君。ねえ。ね、高音が特徴的ですよね、すごい。うんうんうん、本当。話し方がね、うん、ちょっと なんだろう、裏行ったりみたいな。クーだよね、クーだよね、クーだよね、クーだよね。違うな。クーだよね。うん、近い近い近い。クーだよね。ちっちゃいのよ。ちっちゃいのよ。めちゃめちゃダメだ、俺できない。俺はそのめちゃめちゃポルシミ。あーでもぽい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 、そう似てるよ。難しい、ひどくないですか？やばっ。えこれやばいんですよ、このゲーム。えぐい、ほんと考えた人やばい。考えた人やばい。いやいやバカでしょ。カドにドーン。あ、かわいい。グー。おー難しい。テキーラドーン。テキーラドーン。セリフすごいっすね。そんないけない絶対。これよく見てみ。無理。もっくんがいたー。もっくんがいたー。いや似てる似てる。そう、うん、ぽいわ。いややっぱそのゾーンを使える人たちなんだよ。この辺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 のレオナ君いいですか？レオナ君ありがとうございます。いや素晴らしい。いや友達の輪をなんか広げるっていうか、友達、学友もどうだったっけって見返してたのに、いつの間にかこの人の声ってどんな声なんだろうみたいな感じになってしまった。でも面白いですよね、みんななんか特徴的だから。特徴はある。ぜひね、過去作品もみんな見てほしいです。多分見てないやつももっとどっかにあるんじゃないかと思うんで。大ちゃんのやつ見ときます。僕のやつですか？でも今回見たってことは見てくれるよ。今回見たってことは見てくれるよ。ってことでこの動画良かったと思ったら、チャンネル登録、評価、いいね、よろしくお願いします。よじゃなかった、ねだった。